こんにちは、プライムハーツです。今回は白髪にまつわるお話をしたいと思います。最近白髪がちらほら数本生えてきただけで、白髪って分かるのがとっても嫌と思った方は少なくないのではないでしょうか。白髪って黒髪にほんのちょっと数本でも混ざっていても目立ちますよね。どうして目立つのかというと、白と黒は明るさの差、明度差が大きく、全体のたった 5% でもかなり目立つと言われています。それに黒髪は光を吸収するけど、白髪は光が透過したり反射しやすいからキラキラした感じに見えるんです。なので数本生えただけでも目立つと言われています。以上のことが白髪にまつわるお話でした。では。